Hello, everybody. こんにちは、丸中盆栽です。はい、今回はね、これになりますよ。ちょっとボーボーなんですけど。はい、そんなわけでね、この雑草がね、若干じゃないね、結構ありますけど、よし、これはね、サルココッカっていう、まあ、樹種ですね。ずっとね、最近までサルカコッカだと思ってね、樹種名札にもね、サルカコッカって書いてあるからね、ウィキペディアでね、調べたらね、サルココッカっていうね、そういう名前でしたね。一応これアジトのね、師匠のところのに地植えしたって、まあ、垣根の下ぐらいにね。ほんで、雪が降ってもね、結構普通に、ね、常緑なんだけど、普通にありますんで。だまあ、耐寒性はあると思いますね。一応、団地性の木みたいですけど。はい、そんな感じでね。これも一回針金かけて置いたらね、やっぱり針金で抑制するとね、その脇から芽が出てきて徒長するんで、まあそれね、その伸びた枝を、まあ、切るなり、まあ、あとね芯をまあ立て替えるなり枝にするなり、まあ一本一本ね、こう見ながらね、まあ、針金かけたり剪定したりしていく感じですね。これはまあ今頃だよね、10月11月ぐらいに花が咲いて、で緑のね、実がついて、それが熟すと黒くなるのかな。はい、そんな感じのね、サルココッカってやつですね。まあ珍しいのかどうかわからんけど、まあでも即売とかそういうのにあんまり出てこんもんで、まあメジャーな感じではないんだと思いますけど。はい、これもね、太くなってからね、ある程度枝がね太くなってから針金かけて曲げようとするとね、パキッてこうやってね、割れるように折れますんで、まあそういう折れやすいやつもね、細いうちにかければね、はい、ちゃんと針金効きますんで。ね、これも針金で抑制するとね、この下からまた元気なやつがビヨーンとね伸びようとしてくるもんね。はい、そういうのを切って、まあね、この芯をね立て替えるのかどうするのか、まあ、あとね、針金がちょっと食い込んどるやつはね、針金を外したりして、でまあこのぐらいの時からこう正面気味して、まあ、どうやって作っていくかなってみたいな、ざっくりとざっくりとでいいからね、なんとなくこうね、将来のこの何構想的なことをなんかね、考えたり考えなかったり、はい、そんな感じです。もう結構ね、秋太りますんで、結構食い込みやすいよね。これは多分ね、挿し木2年生かな。なかなか木質化してこんけどね、木は硬くなってくるんだけど、
どちらかといえばなんかこう柑橘系みたいな感じの扱いだけど、まあね、まあ、だんだんとこう木質化してきますんで、はい、ちょっとねパキッといったところをこれね融合剤を塗って、そして芯になる枝を、枝っていうかね、ボディを決めて、あまり長い枝、強い枝、あといらない枝などをね、まあ徐々にね落としていって、まあ作り込んでいくっていう感じかな。はい、雑草ね、雑草が結構生えとるもんね。一つはね、あのなんだ、土をリサイクルするもんで、特にあの再流とかね、使ってあったやつをまた洗ったりしてリサイクルするんだけど、そういう中にね、そういう雑草の種とか、まあそういうのがね入ってるんで、まあ、そういうのがまあね発芽してきてみたいな感じもあるかもわかんないけど、まあ熱処理するわけじゃないもんで、まああと根っことかね生えとると、まあ なんちゅうの、寝伏せ的な感じで雑草のあれがあるのかな。まあよく乾かしとるんだけど、まあ雑草は強いからね。はい、そんな感じでね、いろいろこれはやっとるかな、どういう風にするかな、なんか株立ちみたいになっとるね。こう同じやつでもね作っていくといろんな樹形ができていくもんで、一つ一つ考えながらね、これも株立ちみたいにしとるね。やっていくとまあね結構面白いかなっていう感じなんだけどね。はい、消毒でねベニカ X ガードね、これも少し乗せておきましたよ。ね、これもまあ二股になっとるもんね。まあ片方をまあどういう感じ、芯にするのかね、差し枝にするのかっていう感じなのかな。ね、これもあのね、このなんだ、向かって右側の細いような感じならいくらどういう風でも曲がるんだけど、ちょっと太くなってくるとね、強い曲も入らんだね、緩やかなカーブなら入るけど、はい、だもんでね、ここまで短くしちゃいました。はいはい、次はねこんな感じで、まあ、どんどんね、まあ、一度に挿し木するから、もう何十鉢ってできるもんね。そういうのをどん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 ね、まあ一本一本ね性格が違って、あの形も違うんだけど、こう伸びとるんだけど、こうね作っていく段階でこれいらんなとかね出てくるもんね。これはここまで戻ったね。これは木質化しとるね、下の方がね。はい、こんな感じね、どん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 ね盆栽の苗としてのまあしつけだよね、そういうのをしていますよ。まあ挿し木2年生だね。どうしてもこう針金かけてね、あのこう畳んだりするとそこの力がねあの抑制されるもんで、まあ多分ねその伸びたくても上に伸びれんとかね、そういうのが出てくるもんで、だもんでどっかから枝出したり下から出てきたりしてね、もうあの生きようとする力力
ね、そんな感じで、こういうね、ヒコバイとか、ね、徒長枝が、これもあれだね、株立ちにしとるね。まあ出てくるんじゃないかなとね。まあ想像。はい。まあ一応ね、最初に針金かけたやつを芯にするっていうかね、枝っていうか幹にするっていう構想だから、まあ下から出てきたやつとかね、そういうやつはまあ一応カットする方向で、はい、いますよ。はい、IB 化成肥料をね、乗せて、ベニカを乗せてね。まあ苗だもんで、まあそういうのの繰り返しだよね。肥料を変えて剪定してとかね、叩いたりして、まあ徐々にだんだんと作っていくって感じでね。だいたいこう、まあ 3,4 年で、まあだいたい苗としてこう完成じゃないけど、苗としてこう売れる段階まで持っていけるといいのかな。ね。なので松もあるし、こういう雑木もね、たくさんやっていますけど。まあ松ばっかだとね、まあ俺の場合はなんかね、飽きてくるもんね。やっぱりいろんな樹種をやると。ね、飽き性の人にはね、いいのかもしれませんよ。はい、こう下から出てきたやつもね、この針金かけて、まあ相関にしたり途中相関にしたり、まあいろいろない頭で考えながら、まあやってますけどね。へーへーはい、まあ雑草との戦いだよね、大体がね。雑草のが強いもんね、どん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 こうね、本体をの栄養を取って、自分が取って変わろうとしてくるんだね。そこをあれでしょう、雑草を引き抜いて本体の方の栄養と、あと良くなるようにね、お手入れもしてあげないかんね。はい、これもね、いつになったらできるのかな、3年来年ぐらいにはできるのかなね。はい、針金かけてないやつはね、かけて、まあ好きなね、自由な形でいいかな。まあ自分があれだよね、かっこいいなっていう感じをまず作れるようになると、もうこれならまあなかなか自販みたいなね、いまいちだなと思っとるとね、ずっといまいちなまんまだから、だからこうね、無理にでもちょっとね、いいなって思う樹形にしていくと、まあ、人もね評価してくれるかもわからんけどね。ね、サルココッカですよ。あ、これは何もやらなかったね。これも肥料をのせただけ。こんな感じでね、どんどんやっていきますよ。まあ、種から、まあ、やる人もおるけど、種からね、作るのもまあ
自由自在に樹形が作れるもんで、まあね、それもいいんだけど、やっぱり時間がかかるもんね。挿し木と種からだとね、やっぱり1年からまあ2年ぐらいの差ができるもんね。なかなかその挿し木してね、こう太くなったところまで未生から行こうとすると、あとこういう実物とか花物だとね、種からやると全然花が咲かんもんね。だからそういうものは挿し木とかそういうので増やしていきますね。よくああいう姫リンゴとか、ああいうのもね、ズミとか種まいてね、10年もとっても花が咲かんっていうのよく聞くけどね、やっぱりこう挿し木だとね、その親の性質を 100% ね、こう遺伝とかクローンでねになるもんで、まあ未生だとね、やっぱり違う性質のものが出てくるからね。はい、そんな感じで、これは多分ね、針金巻くときにこの ね粘りにグッとねやったやつがちょっと食い込んどったかな。はい、こいつはあれだね、針金かけてないんだね。これもね、あの挿し木してあんまり細かったり元気がないやつはね、針金かけんやつもあるもんね。もっと1年遅れて針金かけるんだよね。そんな感じで、まああとあんまり曲を強くっていうかね、無理にひどいことするともうそのかけた針金がてか枝がもう枯れちゃって、それでもこのね根元からとかね、あの枝が出てきて、まあ、最後の力を振り絞って生きようとして出てくるっていうね、そういう感じもありますから、まあ針金かけはね、まあ一度にね、あの思った通りに曲げるんじゃなくて、まあ2回ぐらいに分けてやると本当はいいんだけどね。はい、丸中はせっかちだもんね、なるだけ理想に近づけたいと思ってやるもんで、かなりね、あの木にも負担がかかるかな。はい、これもね植え付けて、このサルココッカの根はね、まあほぼあのなんだ、ああいう柑橘系の根みたいな感じだね、金図とかね、ああいうのの根に似とるよね。柔らかい感じのね、白い根っていうのかな。で、根を曲げようとするとポキッて折れたりするもんね。はい、そんな感じで、これはやっぱりこうなんか吹き流しになりそうな樹形だよねこれね。だから片っぽを切って一本でいくのかね、まあ吹き流す樹形っていうの、なんちゃってだけど丸中の場合は多分そうだね。これもね、こう2本に針金かけようとしてるもんね。はい、これもね、あのまあ、一周巻きつけてから巻くとあれなんだけど、そのまんまやるとね天秤になるもんね。この片方動かすともう片方がね動いちゃうみたいなね。まあそれでもね癖つけたいだけならいいんだけどね。はい、そんな感じで、まあ大体はこのね、あの段が違うところの枝をかけるんだけど、まあ、これの場合はもう2本しか枝がないもんね。そんな感じでかけとるんかな。まあパターンがね一緒だよね。なんちゃって吹き流しか、なんちゃって文鎮かね。であれでしょう、曲も癖強の曲だもんね。まあ独特っちゃ独特だけど、まあ
好き嫌いがあるのかな。こうシュッとしたシュッとした気にはならんでしょ。ははい、そんな感じでね、いつもの吹き流し受験を、丸中流の吹き流しだよね、作ってますね。これだとね、左から右に風が吹いとるみたいな感じ。よし、今回はこれだけね、まあカットしたけどこれだけやりましたよ。んね、はい、おじゃあね、最後まで見てくれてありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とね、高評価お願いします。バイビー。